下妻雷流は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、本願寺の僧侶。通称は安土。法名は、両名。下妻迷頼の子として誕生。陽名は小菊。本願寺の僧侶の中では、軍事よりも、政治や文化方面に通じており、堺の商人たちとも、茶会などから交流があったと言われている。石山合戦においては、元気三年に、 同族の下妻雷輔、寄住富士と共に、織田信長側の細川明元を攻めて、先行を挙げている。天正8年に、本願寺保守、県女が信長に降伏したとき、同族の下妻雷連、下妻中港と共に和睦条約に連勝した。だが、翌年に、県女の長男、京女が、石山本願寺への再労場の企てをしたとき、 京女の側近だった雷竜は京女に従ったため、県女から叱責を受けている。文禄元年に、県女が母子、星となった京女に赦免され、慶長七年の本願寺の東西分裂にも京女に、従い、東本願寺の傍観となった。慶長十四年、五十八歳で死去。この雷広氏も京女に従ったが、やがて出奔して、池田照正に仕え、池田主義と改名して、 大名となった。池田照正は七条の良い不にあたるため、日置忠敏室、竹部光重室、徳栄小重室、大久保劇室、庭美ゆき元室はすべて池田照正の幼女として、嫁いだ。ありがとうございます。